フィンランド王国は第一次世界大戦中のロシア革命を受け、ドイツ帝国の支援のもと、1917年12月6日から1918年12月14日の短期間フィンランドに樹立された立憲君主制の王国。首都はヘルシンキ。2月革命によってロシア帝国が倒れたのを見たフィンランド議会は、1917年12月6日に、 ニコライ2世のフィンランド対抗くらいのハイと、フィンランドの独立を宣言。さらに、スウェーデン系フィンランド人のスウェーデン人民党ら、王政支持派は、内戦が終結した後、ドイツ帝国へ接近し、1918年10月9日、新国王にヘッセンカッセル家の課長で、ドイツ皇帝ビルヘルム2世の議定である、フリードリヒカールフォンヘッセンカッセルを選出した。首相には、 ペール・スウィンヒューが着任した。しかし、1918年11月には、ドイツ帝国の敗色が濃くなり、ドイツ革命が起こった。ビルヘルム2世が退位し、中央同盟国は降伏したため、フィンランドの王党派とフリードリヒカールは、君主制の維持は、不可能と判断。12月14日に、フリードリヒカールは、即位を辞退した。その後は、 カール・グスタフ・エミール・マンネル・ヘームが摂政に就任したが、1919年、フィンランド議会選挙で、共和派が議席の4分の3を得て大勝すると、フィンランドは、共和制を採用した憲法を制定した。1919年7月には、カール・ロイ・ホストールベリが、初代フィンランド大統領に就任、フィンランド共和国が成立した。国王の称号は、フィンランドをおよび、 カレリア王、オーランド公、ラップランド大公、カレワラとポーホヨラの主たる、カールレイスリであった。なお1741年から1743年までのロシアスウェーデン戦争の時、ホルシュタインゴットルプコーペーターがフィンランド王を宣言したことがある。ありがとうございます。